プリキュアエンディングどれが好き？ちょっと待って、まあ、押し引きすればハッピートギャザーだけど、ちょっと待って、一旦それはなしにしてフレッシュ以外で考えよう。でもね、ハッピートギャザーマジでいい曲なのよ。押し引きなしにしてもすっげー泣けるの。ちょっと待って、なんだろう。でもたか言ったらガンバラスでダンスとかもすごい引きしちゃうな。ガンバラスでダンスはもうズルだもんな。でももうあんないい曲に決まってる。いやあ、でも別に押し引きとかではないから、普通にガンバラスでダンスかな。なんかやっぱなんか原点って感じがすごいするんだよね。なんかすごい泣ける。あれこそなんか十何年ぶりに聞いて泣ける。リアタイしてた時はすごいなんか可愛いダンス踊ってるみたいな感じだったのに、久しぶりに聞いたらめちゃくちゃ泣ける。だってプリキュア5の時まであったからね、ガンバラスでダンス。だからそうなんだよ、マジでフレッシュプリキュアってなんかいろんなものを、歴史を塗り替えてるんだよね。ガンバラスでダンスのエンディングのノリを引き継がなかったわけだからね。でもただ引き継がないんじゃなくて、 2D じゃないなら 2D アニメじゃない代わりに、もうそこで 3D のモデルで新しい曲で新しいダンスつけて新しい見せ方するみたいな。今日も一日ピカピカオーラーイ、頑張って張り切って頑張ろう、えいえいこう。いやー、プリキュアの魔法の、だってアニメーションがすごいんだもん。もうそこが好き、めちゃくちゃ。歌も好きだし、楽しいですね。プリキュア語りはマジで終わらん。エレルは全シリーズ見てますよ。プリキュア、エレル的には初めてプリキュア見る人には何がおすすめ？でもなんだろう、どういうプリキュアを求めてるかにもよるんですよね。なんかもうザ・プリキュアの原点っていうものを見たいんだったら、二人はプリキュアを一番最初に見るべきだし、なんか可愛いみたいなのとかって見たいんだったらとか、なんかいろいろあるよね。てか普通にキャラデザで選んでもいいと思うけどね。なんかプリキュア全シリーズ調べて、なんかこの子可愛いみたいな子がいたら見るみたいな。ゆうきゃんさん好きなんですけど、ゆうきさんが声とプリキュアどうでしたか？でもなんかあのヒーリングとプリキュアも結構新しい試みが多いプリキュアだったんだよな。エルはダルノド推しだったので、ダルイゼンの結末がちょっと悲しかったですね。いやまあそりゃそうかみたいな。あそこでダルイゼン助けてやれっていう人はアンパンマンの見過ぎかって。でもなんか、いいキャラしてたなぁ。ヒーリングッドプリキュアの主人公は。これまでの経験に基づけられた優しさ。突進の強さがあって、まあなんかいいんだけど、なんかなんであなたはそんなに誰かのために頑張ったり誰かを思いやることができるのっていう質問された時に、だってなんか誰かの笑顔が見たいからみたいなのももういいけど、なんかちゃんとこれまでなんかいろんな経験をしてきて、その時に助けられてとかなんかっていうのが結構重たかったからよかったな。あの子もそうだったけどね。ハグプリの主人公もそうだったもん。ハグプリも結構、なんか、フレッシュはなんかすごい新しいことをいっぱいやったって言うけど、ハグプリも結構そうだったんだよな。プリキュアの話長い。いいだろう、いいだろう。ハグプリはすごかったんだ、マジで。ルール、届けたいことあるんだ。いやー、ハグプリめっちゃいいよな。ルールーの心を救ったのは主人公じゃないんだっていうね。笑顔笑顔涙涙。特殊エンディングずるいよな。女児向けではあるから、でも年によって、それガキンチョによってわかるみたいな言葉が出てくるときある。言葉とか主人公の感情が出てくるときある。で、再三言うけど、フレッシュプリキュアのコミック版は結構打つ。これまで悪いことした子が食材を受けなくちゃいけないっていうプレッシャーがね、漫画で書かれててちょっと重い。プリキュア男でもなれるって分かったからな。キュアアンフィニ。プリキュアのサブキャラがどうかで結構シリーズによる違い出てくる。まあなんか敵キャラがね、化け物か人間かとかでもなんかストーリーが変わってくるし、なんかいろいろあるよね、世界観とか。なんで戦ってるのか途中までわかんないプリキュアとかもいたもん。